いやあ、久々にね、面白い話題が入ってきました。あの、ビーバップハイスクールの続編がですね、まあ、続編と言っていいのかどうかわかりませんけども、まあ、あえて言わせてもらいます。続編が、まあ、公開されることになりました。まずは、プレミアムステージが7月にあって、これはね、出演者の方が舞台挨拶もされるんですけども、主には、まあ、上等のテルと、あと、清水光二郎さんがね、二人でダブル主演をするってことなんですよ。 この上等のテルさんっていうのは、テルチャンネルっていうのを YouTube でされていて、これがね、すごく面白かったんですよね。で、ビーバップの思い出話とか、ロケ地を巡るみたいなことを地道にされていて。で、その中で、清水光二郎さんをゲストに呼ぶようなライブもして、で、清水光二郎さんね、一時、すごく病を患っていたんですけども、ま、あこのテルさんとの出会いによって、徐々に自分の居場所を思い出したんではなかろうかと私は思うんですけども、もう結構ね、回復されて今ね、 こうやって主演にまでまた返り咲くことができたのは非常に嬉しいことだと思います。この上等のてるさんも清水光次郎さんのすごくファンだったんで、いつか恩返しをしたいという気持ちを込めて多分支えてらっしゃったんじゃないかなと思うんですよ。まさにね、昭和の憧れを令和で叶えるというね、やっぱおっさんやっぱりすげえなと思います。え、タイトルは白井光弘、清水光次郎、ビーバップのおっさん、プレミア上映。 えー、震えて待てということでございますね。もうこのね、記事読んじゃったんですけども、すごくいいですよ。待たせたな、シャバゾみたいな感じで来てますけども、まさにね、登場人物面白いんですよ。腐ったみかんの、直江え、一さんも出てますからね。これは見物ですよ。あとね、私的にはね、杉浦みゆきさんがね、出てるというね、うん、ヤヌスの鏡ですごく有名になったあの、杉浦みゆきさん。あの、絶世の美,女美少女も今やね、もう奥さん役で出るということで、立派な年齢でございます。 はい、ちょっとね、あまりの興奮によだれが出ちゃいましたけども。で、えー、上等のテルさん、白井光弘さんからもコメントが出てますけども、やっぱりね、この白井光弘さんも、これ書いてますよね。ビーバップ、上等のテル、1986年、えー、本編公開から36年。未だに私が演じたこのキャラクターが、その世代の方々をはじめ、多くの方々の心に印象に残っているキャラクターであるということですよね。そう、なんか、 ね、どんな言いましたなんか忘れちゃいましたけども、仲間みたいな感じでしたかですかね。<laughs> なんか結構怖い人ながらもずっこけた人みたいな感じで、怖がっていいのか憎んでいいのかよくわからないキャラクターだったんですけどもね。やっぱビーバッパハイスクールがなんでね、未だに私たちの心のこと作品になるかっていうと、やっぱ悪役の存在がね、大きいんですよ。まあ悪役といっても、そもそもヒロシとトールが学校から見ると社会役だったわけですから、その、 悪対悪の戦いっていうのかななんと言いますかね。まあ、当時のね、男の子の、まあ、憧れっていうか、あー、なんか、見本ですよね。あ、突っ張るって、ああいうふにすればいいんだっていうような教科書で、まさにビーバップハイスクールの真似事をして、日本全国の少年少女たち、中高生たちは、こぞって真似をしたもんですよ。 だから、突っ張ってたやつはみんなね、結局ビーバップ見てるんで <laughs>、仲間同士だったんですよね。どんなに対立しても、めちゃくちゃやっても、その映画の中で出てきたキャラクターを誰が演じてるかなっていうことだけで、うん、なんかね、結局は、一悶着あった後、仲間、仲良しになっていくみたいなところは、このビーバップの作品そのもの、それがそのままロックデラシブルースまで続いて、そして今ではね、突っ張り物っていうのはちょっとなくなっちゃったんですけども、でもこうやってね、うん、なんか、再び、 上等のテルト、清水光次郎さんはじめ、これ中村徹さんはとても出てくれないような気がしますけども <laughs>、出てくれたら嬉しいですよね。タイトル、ビーバップのおっさんということで、えー、それぞれね、上等や愛徳を卒業した後、30年以上経って再会するっていうところからのストーリーだそうなんで、昔懐かしいキャラクターも出てくれますよ。はい、ということで今日は以上です。とっても嬉しいね、リメイクブームってのは本当にいいですね。